楽しいとか最近経験したことがありますか？レシピの皆さん、おはようございます。本日をみんなに紹介したいのは、楽しい人生を送るというの秘訣ですね。楽しい人生を送るというのは、まあ、これは様々な人の様々な、ね、定義なんですけれども、まあ、多分あなたはね、ビーチで普通にくつろいでも楽しいという思ってる人にいるんですけれども、何か冒険したいというのもね、他のね、海外旅行とかしたいのはこういうのも楽しいという人を思ったりするんですけれども、また普通に本を読んだりというのも楽しいという、楽しいはやはりちょっと違うのね、人によってちょっと違うの定義がありまして、まあ、これをちょっとご了承ください。で、自分はそうですけれども、東京からドイツに帰されたという時には、自分はすごく鬱になって、鬱になったからこそ対人恐怖症も復活して、でそこからものすごく途方に暮れたという状態になった、自殺未遂という状態になって、当初僕のコーチは助けてくれて、その自己啓発というのを正解に誘ってくれた、そこに誘ってくれてからこそ僕はその体験やまたはその知識を持って現在自分の使命にしたのは、他の700万人の対人恐怖症者を脱出させるというのことです。もしあなたは今対人恐怖症で悩んでいる方でしたら、最初はこちらの動画を見てください。この動画はもし役に立つかもしれません。または現在は誰も相談に乗らないところ人だったら、自分でも DM して、または下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこにもコールのスケジュールも可能です。ではレシピの皆さん、本日の課題なんですけれども、楽しい人生を送るということですね。楽しい人生はそもそも何でしょうね。自分の思うのは、人間というのは飽きっぽいの人、本当に三日坊主、特に僕は結構三日坊主の人だから、結構その新しいものを見るとなんかね、すごくワクワクする、もう新しいものじゃないとすっごく飽きるというのは自分のパターンですけれども、他の人は、まあ、頭脳によってもちょっと変わりますので、でも人間は基本的に飽きっぽいな人、飽きっぽいな人物というのを言ってもよい、その動物というのですね。人間も動物だから。ですので、自分が何が今日に教えたいかというと、あなたはこれをもう覚えたりしますか？自分はこうね、小さい頃ではすごくワクワクして、いろんなものを冒険して、そっちにいてあっちにいて、知らない道を自分の冒険するというのも、発見するというのもすごくワクワク感が出るんでしょ。それはそのワクワク感をどっか出るかというと、これは好奇心を生かせるからか。そう、好奇心と冒険心、この2つを抑えていれば何も人生は楽しくなる。でもそれだけじゃなくて、もしその中、その好奇心と冒険心を生かさないというのはあまり難しいですけれども、難しい頃ほどどうやってそれを生かすかというと、最初は感謝というの気持ちですね。感謝というの気持ち、あなた今は生きているというのも感謝してください。今目が見ている、感謝してください。どんな小さいものでも感謝してください。でも感謝、本当にいちいちに感謝すればいいだと思います。そして代わりには、みんなは思ってるのは、自分の考え方はね、薄いほどはいいということですね。自分はね、覚えるのは、自分の考えた自分との悩みはでかいほどはいいという思います。でかい悩みを持った方がいいで、まあ、自分よりもでかい悩みを持ったら、あんたもっと頑張るというのことで、だから新しいのを発見する好奇心は自然に活性化させるということからこそ、自分の人生も楽しくになる。だからこの2つを抑えてくれば全然平気です。つまり最初は毎日ジャーナリングとしてね、ジャーナリングとして、まあ、日記みたいなやつで何かするかというと、自分は何か今人生で感謝を持っているものを書き込む。2番目は何かするかというと、自分の考え方をもっと広くする、もっと広くする、自分よりもっと広くする、自分の夢をもっと広くする、これしながら、そして小さいことに本当にその集中して、だからその感謝シンキングは大きく、考え方は大きく、でも感謝は小さく、
すべてに感謝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 と思ったら、もう自分のもすごく人生は豊かになるというと思います。ではレシープの皆さん、僕はこちらの動画毎日をアップロードしますので、明日の動画なんですけれども、あなたは分岐点に立ってる時には何すればいいでしょうか。まあみんなはこうと思ってるんですけれども、自分の経験によってちょっと語りたいと思います。もしその動画を見逃したくないなら、まあこちらの動画に、あ、こちらのチャンネルに登録と通知ボタンもお願いいたします。またその動画や結構ね価値があったら高評価もお願いいたします。自分のもシェアのケア、つまり配りはせよということで、自分の友達もシェアしてください。こちらのチャンネルはだいたい自己啓発や心理学を使ってあらゆるの問題をシェアするという、まあその解決策、つまり対人恐怖症対策とか怠慢対策などを、それをシェアするチャンネルで、またはもしあなたは自分のビジネス成り立てたい、僕もあの Facebook マーケティングもちょいちょいもありますので、もしよかったらその間でこの動画を見てください。では次の動画で会いましょう。